今日は東北地方の日本海側で雨のタイミングがあります。こちらの雨、降る時間は比較的短いですが、雷やあられを伴うことがありそうです。まず天気図の方で見ていただきますと、西日本、東日本は高気圧の圏内、一方北海道は等圧線の数が少し混んでおりまして、上空の寒気の影響があって、標高の高いところでは雪が降りやすい状況です。またこの辺り、高気圧と低気圧の間、等圧線がへこんだ部分がありますが、ここに前線が隠れておりまして、それが東北地方に近づくという予想になっております。この時間の皆様からの報告を見ていただきますと、特に青森県津軽方面を中心に雨の報告多くなっております。こちらについては雨の降りやすい状況、お昼過ぎにかけて続く予想、それ以外のエリアについてはまばらに雨の報告があるという状況ですが、東北地方日本海側、この後雨の降り出すところが多くなってきそうです。雨の降り出しのタイミング、降水のシミュレーションで確認いただきたいと思います。午前9時の状態、青森方面には西から東へ雨雲がかかり続ける状況、そして能登半島方面や佐渡島方面では朝のうちから雨が降りやすくなってまいります。で、この雨雲のラインなんですけども、やや発達しながら次第に日本海側にかかってきます。お昼過ぎのタイミングでは秋田、青森、そして山形など雨が降りやすくなってまいりまして、夕方にかけてこの雨雲を抜けていきます。今のところ北上盆地や宮城方面、雨雲はしっかりとはかからない見込みですが、にわか雨などの可能性はありますので、空の変化、低い雲が近づいてくるタイミングというので少し注意していただければと思います。各地のお天気の詳しい状況、ウェザーニュースアプリでも確認いただけます。